全勝でプラス7000万か2000万になるとき、途中で息あるうち抜けようとか思わなかったですか？息がどうこうではなかったですけど、1回半分売ったんですよ、その途中で。あ、急落してると思って、とりあえず売って、売った後、なんで下がってるのか探して、あ、特に理由ないんだと思って、だからそこから先はどっかでリバウンドするんじゃないかみたいに思って、マイナス8%ぐらいのところかな、からさすがに下げすぎだろうと思って、また買ったんですよね。半分売って、その半分を買い直したみたいな感じになって、そしたらさらになんかどん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 下がって、結局投げて、で結果見たら昨日まで7000万ぐらいあったはずなのに、マイナス2000かな、1500かなんかで終わってたっていう感じですね。だから途中で7000万がどうなってるかみたいな考えはしないですかね。値動きだけで考えるんで、結果的にそうなってたっていう感じです。数日前にテスタさんがポジションを持っていた前哨みたいに急激に株価を下げる理由はあるんですか？ね、前哨っていう銘柄があってね、僕は持ってたわけですよ。もうね、ずっと。毎日毎日ね、ちょっとずつ上がっていく株価を見て、ああ、そんなに買ってないのにすごい含み益になってるぞと。もう7000万ぐらい含み益になってるぞと。これはもう全然いいし、もう安定してるし、もうでっかい株だし、まあまあ、なんもないのにそんな急落することないでしょうと思ったら、マイナス15%ですよ、もう1日。そんな、バカな。もうほんと心折れましたよね。昨日までプラス7000万だったやつは気づいたらマイナス2000万ですよ。株っていうのは分かんないもんだなと思いましたね。こんなことされたらもう何度の株だって買えないよと思いましたしね。まあでもレアケースだし、ね、そこから2日間で結構株価も戻ってますし、もうなんか、悲しいですけども、そういう悲しいことの連続でしょうし、あ、久々にこの感覚になったなと思いましたもんね。あ、そうだそうだと思い出したと。株ってこういうもんなんだと。株ってこういうなんかもう理不尽になんか心をえぐりに来るもんだっていうことを再認識というか、まあ思い出させてくれましたよね。そうなんですよ。株ってそういうもんなんですよ。すぐえぐりに来るんですよ。でもだん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 こう上手にというか経験をやっぱり重ねていくと、まあその慣れてくるんで、少々のえぐりはまあ大丈夫、慣れてくるんです。あ、さあ知ってる知ってると。でもやっぱりたまにね、そんな僕でもなんでっていう、なんもなくないみたいな。で、後からその後付けみたいな理由は出るんですけど、結局それも本当かどうかわかんないですし、まあ、後付けなんで、多分間違ってるんですよね。でもそれでもみんな納得するしかないし、その可能性しかないとかなると、まあ、そう思っちゃうんですけど、多分本当は間違ってたりするんですよね。サッカーの解説とか、野球の解説者のやつで、プロの人が言ってたんですけど、やっぱり解説してることって、想像で解説してるわけじゃないですか。大体間違ってるらしいんですよね、やっぱり。本人からしたら。いやいや、そんなこと考えて投げてないよ、みたいな。いや、そんなこと考えてあそこでパスを選択してないよ、みたいな。まあ、やっぱりだから、想像では限界があるんですよね。解説の人も元プロだろうし、株の世界だって、それを生業としてる人もたくさんいるんですけど、でもやっぱり、所詮想像なんで、ただやっぱり正解が、いや、正解はこうですよって教えてくれる人がいないから、だからみんな解説されるとそれが正解なんだって思っちゃってるだけで、多分本当は違うんですよね。違うことがもうたくさんあると。だからそういう目で見とかないと、なんか変な罠にはまっちゃう気もちょっとしますので、まあ、そこは気をつけてほしいんですけど、何にもなくてもこういうのは起こるんですよ。例えば僕はいっぱいその株を持ってますと。A 株からじゃあ B 株に、あ、これこっちの株めっちゃ欲しいなと。でもちょっと余力ないから、あ、もうこれちょっと板薄いけど、ちょっと無理やりもう売って、この株買おうみたいな。だから別にその A 株を売りたいわけじゃないけど、B 株を買うために A 株を売ったみたいな状況があった、あっても、やっぱりその解説とかでは、なんか理由こじつけて A 株がそれで売られたとかってなるんですよね。だってそんな僕がただ B 株を買いたいがために A 株を売ったなんて、絶対にこの予想ができないわけですよ。何かしら下がった理由を探さないといけないから、こういう理由で下がったとか言うんですけど、まあ、むちゃくちゃ外れてるわけじゃないですか。でも絶対に全然違うあそこの株を買うために売ったなんて予想はその人にはできないから、そういうことは起こるし、で、僕は投げたやつを見て、さらに誰かが、あ、これは、この株はダメだと思って投げて、投げの連鎖が来てすごい下がったとかもあり得るでしょうし、そんなんで言えば、きっかけはあっても、何の株価下げる理由も結局なかったみたいな。
何の理由もないけど、ただ A さんが売って、それを見て B さんが売って、それを見て C さんが売ったみたいな。A さんの売る理由も他の株買いたかったみたいな。でもそういうことはあり得るんで、まあ、そう考えるとあんまり理由を求める必要もないし、理由を求めて納得してはいけないと思いますね。それが正解だと思っちゃうと、次同じ場面に来た時にそれをなぞっちゃうんで、と思います。パズスロ出店の件はどこまで進みましたか？これはもう本当いろんな人に話聞いたんですけど、今のやっぱり仕組み的に新規出店ってむちゃくちゃハードル高いんだなって感じましたね。とにかく付き合いみたいなのとか、その履歴がむちゃくちゃ大事で、だから新規集買えないんですよね。もう買いたくても買えない。やっぱり何なんですかね、仕組み的に。だから多分大手しか残んなくて、ちっちゃいとかどんどん潰れていくんですよね。たくさん台数買わないと、チェーン店とか買えるじゃないですか。なので入ってくるけど、結局機種って言っても同じ人気機種が1個あったら、それはどこの店に入ったって別に機能は一緒なわけですから、やっぱ早く入った店に人が集まって飽きられると、とか他の店もどんどん増殖していくと人気が分散していったり減っていったりするわけじゃないですか、時間が経って。だから後で入れれば入れるほど不利なんですけど、やっぱ後で入れるしかないんですよね。スタートダッシュが切れないんで。だからそこの仕組みをやっぱ変えない限りは新規の店作れないなって。だから今実際そういう感じなんで、だからみんなそのアドバイスしてくれた方も居抜きでみたいな、そのもうすでにある店を買ってとか。でもそれって結局潰れそうな店だったりするから、もうしんどいの目に見えてるんで、流行ってる店じゃないから。だから自分で立地考えて、なんか自分がここあったらいいとかっていうところでやりたいと思ったんですけど、なんかもうそれはもうできない。実質も許可問題とかなんかいろんな問題があって、めちゃくちゃハードル高いんだなと思いますね。だからそこをなんか変わった時にできるのかなって。で、変えていくべきだと思うんですよね。じゃないとずっと減少していっちゃうんで、その斜陽産業って言われるのは止まらないんで、今回はチャンスだと思うんですよね。スマスロとかスマパチってなって、コストがすごい安くなった。玉とか買わなくていいんで、循環器とか、玉ガラガラ循環器するやつとかいらないんで、コインとか、あと洗浄とかもいらないんで、だからすごい出店コストが安くなるらしいんで、それはチャンスだと思うんで、あとはもうその規制とか業界の特有のやつを直していってくれれば、また出店できる可能性があるのかなとか思いますけどね。僕のみならず。まあ、まだね、スマスロとかスマパチって、まだ全体のスロットの方がパチンコより台数少ないんですけど、まだ18%とかなんですよね、7月末でも。なのでまだ全然普通の機種の方が多いから、今出店しようとしても、なかなかスマスロだけでとかスマパチだけでも、もうちょっと早い、まだ早い気がしますね。パチンコに至ってはもう本当、全然、パチンコの方がスロットより全然台数多いんですけど、でもスマパチって今のところ全然導入されてないんで、だからまだ時代がちょっと早い気がしますね。でもまあ、どんどん、どうせお上は全部スマスロとスマパチにしたいでしょうから、これから先どんどん規制が緩和されて、パチンコもいい機種ができて、進んでっていう流れにはなると思うんで、まあ業界の未来は明るいとは思うんですけどね、株と同じで。